皆さんこんにちは、みどりチャンネルです。前回自分に軸を持とうっていう風なお話しましたけれども、今日はハラスメントっていう風なことに絡めて、やっぱりね、軸を持つっていうことがこのハラスメントに対抗する、抵抗するっていうことの上ですっごい大事なものだっていうお話をしたいと思います。これね、モラルハラスメントっていう本ですけれども、マリー・フランス・イルゴイエンヌさんっていう人がね書いた本ですけれども、この本からね、モラルハラスメントっていう言葉が始まってるんですけれども、この帯に、ありますのが、パワハラ、セクハラ、毒ハラ、いじめ、嫌がらせ、言葉の暴力、みんなモラルハラスメントだ。いい人こそが狙われるって出てますけれども、この本をね、読んで、僕もまあかつて、モラハラに悩んだことがあったんですけれども、めちゃくちゃね、なんか考え方が整理できて、あ、ハラスメントってそういうことなんだっていうのが分かって、で、そこから抜け出すヒントっていうのが、めっちゃもらいましたね、この本にはね、モラルハラスメント。ハラスメント悩んでる人いましたら、この本、モラルハラスメント、ぜひおすすめなんですけれども、ハラスメントをする人って、結構、まあ、世間的にはね、こう、成功者だったりとか、経済的にも成功者だったり、まあ、お家の中の、ね、毒親みたいなのも一種のハラスメントっていうことだと思うんですけれども、大体ね、共通してハラスメントする人って、いい人のふりをするんですよね。自分はいい人であるっていうふうなふりで、巧妙にですね、自分はあなたのことを考えてあげてるんだっていうふうなことが、言葉でやっていくんですね。毒親もそうですけれども、会社の上司とかなんかでも、お前の生活を考えてやってるんだっていうのはね、そういうふうなことからこう入ってきますので、あ、素直ないい人っていうのは、あ、この人は自分のこと考えてくれてるんだっていうふうに思っちゃって、そのハラスメントの泥沼に、引きずり込まれてしまうっていうことが多いんですけれども、ハラスメントの被害者、ハラスメントやられる時っていうのは、概して、自分がこう弱っている時っていうのが多いと思うんですよね。例えば自分がこう失業している時とか、自分が何かにすごい悩んでいる時とか、僕はね、これ国とかも一緒だと思うんですよね。かつて、ナチスドイツはですね、国民が、まあ経済的にも非常に困窮してて、国民全体がこう弱っている時にですね、すごく強い言葉で、この国を強くしようっていうようなことでね、そういうふうに、こう、まあ、付け込んでくるというね、そういう、とにかく弱っている時に強いことを言ってくる支配者。これに気をつけないといけないと思うんですよね。国の支配者でもそうですし、会社の上司とかね、が毒親なんかもそうだと思いますけれども、お前の生活を考えてやってるんだっていう上司。これね、嘘つきなんですけれども、この嘘っていうのがなかなか見破るのが難しいんですよね。ドイツなんかでもこう国民全体がこう騙されたりするっていうことですから、このハラスメント加害者の嘘、お前のことを考えてやってるんだっていうふうな嘘っていうのは、見破るのがすごい難しくて、抵抗するのが難しくて、で、そのハラスメントの泥沼の中に引きずり込まれて、自分の人生もうダメにしちゃったりするっていうのはね、そういうまあ恐ろしいモラルハラスメントですけれども、こういうね、モラハラっていうようなものにこう出会った時に、やっぱりね、僕はその軸っていうものが自分を助けてくれたり、自分に強さをくれるものでないかなっていうような気がするんですよね。で、この、まあ、例えば会社辞める時とかもそうですし、まあ、家を出てこうね、親から離れるとかそういう時もそうですし、何かをね、こう、決断しなければならない時っていうのに、何もこう自分がなかったら、こうぼんやり考えて、正しいか正しくないかって、もう迷いの渦に入ってしまうんですけれども、その時にね、こう軸っていう風なものがあれば、こう決断をする、すごい大きな力になってくれるっていうふうに思うんですよね。自分はまあ、僕は、まあ、波乗りの話ばっかりしてますけれども、自分はこう波に乗るっていうようなことに、すごいこう価値、人生の生きる価値を置いてるんで、この、
波乗りをするライフスタイルっていうのは変えないんだと、変えれないんだっていうようなことが自分の中にこうピシッとあったらですね、あ、もうこれは会社を辞めるしかないんだとか、あ、この親の言うことはもう聞かないんだとかですね。まあ、こう、自分が一人悩んで考えるっていうよりも、自分はこのライフスタイルっていうこの軸があったらね、非常にそういう力をもらえると思うんですね。で、ところが僕、やっぱり注意しなきゃいけないのね。例えば、こう、お金を、が欲しいとかね、そういうお金を儲けたいみたいなね、そういう風な軸はダメだと思うんですよ。あの、お金を儲けたいっていうのはもうキリがなくって、で、自分がそれを今儲けられていないっていうことがありますんで、軸にはならない。軸っていうのはもう自分がサーフィンするんだったらサーフィンをやってる。あの、そういうもう自分がすでにこういうライフスタイルを選んでるっていうのはね、そういうようなものであって、お金がいくらでも欲しいんだ、みたいなことっていうのは僕は軸にならないし、そういうことだともうその支配者の言いなりでね、もう振り回されてしまう、人生振り回されてしまうっていうふうなことになってしまうと思うんですよね。だからお金がいくらでも欲しいなんてのは軸にならない。軸っていうものはやっぱり、あの、自分はこのライフスタイルで生きて、だからまあライフスタイルっていう言えるかもしれないですよね。なんか自分の好きなものをやっていく、小さくても確実に幸せであるとね、それをやってたら幸せであるっていう、そういう軸っていう風なものを持つっていう風なことによって、このハラスメントに、対抗しよう、抵抗しよう、支配者の嘘を見抜こうっていうね、そういう風なお話でした。これね、ぜひ、ハラスメント悩んでる人がいましたらね、モラルハラスメント、マリー・フランス・インゴイ・エンヌさん、読みにくいですよね。紀伊国屋書店ですね。ぜひ読んでみてください。